どうも、くまです。今日は、なんかね、チャレンジクエストが1個追加、いつの間にかされてて、チャレンジクエスト、グラブル展というのが追加されてたので、これをね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。で、このチャレンジクエストのクリア報酬が、レジェンドガチャチケットなのかな?マジでちょっと楽しみだね。じゃあやってみよう。おー、パー様。どうした?中に入れないのか?お、フルボイスだ。ああ、ノックをしても返事がない。看板は営業中になっているんだが。じゃあオートにしてやりますか。これはパー様驚きすぎだろ。お、カウンターには鋭利なもので引っかいた傷があり、そばには小さな人影が横たわっていた。クソ、何かの事件に巻き込まれたか。どうか無事でいてくれ。どうしたどうした、バロー。扉を押し破るとは凄まじい怪力だな。脈は正常だ。呼吸も安定している。手足に怪我をしているが、かすり傷程度。この症状、薬を吸ったか。貴様、随分と怪我人の扱いに慣れているな。ああ、このバルは今は探偵をしているが元軍人だ。応急処置の心得はある。探偵だと怪盗を追い詰めた唯一の男、それがこの俺、名探偵バルはだと自己紹介している場合ではない。犯人は現場に必ず何かしらの痕跡を残しているはず。足の位をつかみ、とっ捕まえるぞ。近くに割れた薬瓶が落ちていたが、中身はほとんどこぼれてしまったようだ。この匂い、やはりか。魔物を眠らせるために睡眠薬。睡眠薬だ。ほうほうほう。ほう、よく知っているな。ああ。何しろ軍人時代にうっかり嗅いでぶっ倒れた俺が言うのだから間違いない。偉そうに言えることではないが、つまり人にも聞くというわけか。いや、パー様の衣装めちゃめちゃ細部まで凝ってるね。かっこいいな。シェロカルテの近くに倉庫の鍵が落ちていた。あの錠前だ。つまりこの鍵がなければ倉庫の扉を開けることは不可能。ついでに言うと、窓にも内側から鍵がかけられていた。こっちはレバーを回すタイプだな。なるほど。つまり事件は密室で起きたということだな。あとは妙な人形がカウンターの裏に転がっていたが、これはシェロカルテ殿が用心棒として使っている自動人形か。おお、確かコトンブルーと言ったな。魔物やならず者を叩きのめしている場面を見たことがあるが、ここに置いてあるということは、やはりシェロカルテが何者かに。あれじゃない、自分でやっちゃった系じゃない。めぼしいものはこれくらいだが、ここで一体何が起きた。何か決定的な証拠があれば。サーヤがいてくれれば。サーヤとは。俺の助手なんだが、どうも風邪をひいたらしくてな。なのに今日の依頼にはどうしても行くと言って聞かなくてな。俺は奴の薬を買いにここに来たのだ。助手か。だが推理をするのは助手ではなく貴様の仕事だろう。あ、おお、もちろんだとも。推理なら俺に任せてくれたまえ。
怪事件の謎を華麗に解いてみせよう。密室、よろずや、睡眠薬。あ、時計。時計。おい待て、いくらなんでも諦めるのが早すぎるだろう。それでは名探偵の名折れだ。もう一度よく考えてみろ。わかったぞ。店は完全な密室だった。犯人も閉じ込められていたはずだ。つまり犯人はこの店の中にいる。閉じ込められていた。内側からなら窓の鍵を開ければ子供でも出られると思うが。今のは場を和ませる冗談だ。ここには被害者しかいなかっただろう。推理し直そう。この店には強盗が入った。犯人は店の中で瓶を割って店主を眠らせ店のものを奪ったのだ。強盗か。なるほど。しかしそれではなぜ睡眠薬の入った瓶を割った。それは今言ったように店主であるシェロカルテ殿を眠らせるためだ。だが貴様のような大男もひっくり返る強い薬なのだろう。割れば自分も眠りに落ちる危険がある。俺が強盗だったら瓶は割らずにハンカチに薬液を染み込ませて対象の口を塞ぐかな。パー様的確やね。しかし眠らせる方法など些細な問題だ。バロは適当だな。どうやってこの店を密室にしたのかという方が問題だ。そうだな。脱出経路は3つ。入り口と窓と倉庫の扉。3つ目は倉庫に搬入口があればの話だが。搬入口はなかったよ。入り口が開かなかった時に一度裏へ回ったから間違いない。犯人は倉庫の扉に鍵をかけ窓を閉めた後入り口から外に出て棚を倒したのだろう。外から店内の棚を倒したというのか。何かトリックがあったはずだ。再現してみよう。まずはこの棚を元に戻して、この棚をわしが破損しているのか。まっすぐ立たんな。おい後ろを見ろ。気をつけろ。店の商品を壊すな。すまん。俺はやはりサーヤがいなければダメなのか。推理を外し大事な商品まで壊して。やれやれ。よく見ろ、商品はこの通り無事だ。もういい、お手上げだ。真相はおい、しっかりしろ探偵。貴様まさか拗ねたのか。拗ねた。呆れたな。貴様は子供か。俺は帰る。あとは任せた。そうか、では帰っていいぞ。ああ帰るさ。うん、帰るのか帰らないのかどっちだ。帰るとも。だが折れた心が治ってからにする。今は気力の問題で体が動かん。帰りたいのか引き止めてほしいのか、こいつはどうしたいんだ。ああ事件は迷宮入りだ。ああ迷宮入りなのだ。いいかよく聞け、この世に失敗なくして大成した者などいない。失敗した過去は変えられないが不確定の未来は変えられる。大切なのは失敗から学んだ教訓をどう次に生かすか。俺は
かりしろ名探偵。貴様の気分で勝手に迷宮入りさせるな。そうだな、迷宮入りにさせては被害に遭ったシェロカルテ殿が浮かばれない。ありがとうパーシバル殿、おかげで元気が出たぞ。礼などいらん。シェロカルテに倒れられたままでは俺も困る。敵扱いされる。誤作動かもしれん。もしやシェロカルテ殿はこいつに襲われて。本気を出す時が来たようです。俺に歯向かうといい度胸だ。魔物がいたのか。魔物がなぜこんなところに。考えるのは後だ。クレド。さあバトルですね。なるほど、こいつはかなり手強いな。さてどうするべきか。かなり強力な一撃を持った魔物のようだ。まずは俺が先陣を切る。俺がやつを恐怖に落とし入れ、はあはあ、じゃあまずは恐怖を入れろってこと。入ったね。こうしていいのかな。証拠隠滅。うわやばいな、バロアが死にそうだ。これで奥義撃っちゃっていいのかな。あ、いけたね。オッケーオッケーオッケー、倒せた倒せた。なるほどね、普通になんかやってれば倒せんの。ガチャチケット いいね。たわいもないな。そして俺には事件の全貌が見えたぞ。うん、そう。こんな辺境の店でも大変興味深いものを取り揃えてますよ。なんでこの辺境って辺境で踏んでるんだ。いつも通りよろず。困りましたね。シェロカルテは倉庫に置いて。敵、聞け。動けるぐらいだ。まあ。吹き飛ばした先が悪かった。魔物は人形を出す際に開けたままになっていた倉庫。魔物はおそらく倉庫の中で気絶して、あの人形。あれくらいではすぐに起きてしまう。睡眠薬は棚にあった。薬を手
して倉庫へ向かうとしたが、棚の足には争いでひびが入っていた。かなりの重量だった棚が、シェロカルトは睡眠薬の瓶を落として衝撃で尻餅をついたが、まぶたが、これで全ての辻褄が、なるほど、さすがは名探偵。確かに貴様が最初に、シェロカルテと魔物がいなく、それはそれ、いえ、ですが驚く、俺がぜひともこのまま、ほう、ん、冗談だか、冗談か、ならば、どう、ところでこれ今から行くぞ。だが病人に途中で倒れ、うん、なかなかいいストーリーだったんではないでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。